おはようございます、松浦です。今日はですね、製麺機が搬入されるということで、今から撮っていきたいと思います。ついに自家製麺始まっちゃいます、松浦ですみたいな感じで、今日一日よろしくお願いします。はい、やっていきましょう。今ね、大和さんが来てくれてるんで、そんな感じでスタートしましょう。ちょっと埃がついてるね、これ。はい、搬入終わってたみたいです。こっから下ろしてもらいました。はい、今日は来てくれてます、山本さんが。お願いします。お願いします。ありがとうございます。はい、これが製麺機になります。山本さん、今日どっから来てくれたんですか？あ、今は香川から。あ、香川から来てくれたんですか？はい。はい、外れました。今からつけるんですよね。あ、バラバラにして運ぶんですか？そうです、だからちょっと重量があるので。あ、そういうことですね。これを片方ずつ今から運んでいきます。製麺小屋に運んでいきます。じゃあちょっと入る前の製麺小屋を撮りましょう。はい、これが機械が入る前の製麺小屋です。あと こっちの方が綺麗にしますんでね、入ったら。今こんな感じです。今こうやって木を敷いたりしてます。それがちゃんと入るようにしてます。はい、持ってきてくれてます。はい、はい、運んでいきます。今からパレットを敷いて製麺小屋に運んでいきます。はい、だいぶ苦戦をして運びました。運び上がったのがこちらになります。こんな感じで今からセットしてもらいます。じゃあ今から組み立ててもらいますので、組み立てるまで時飛ばし。完成しました。組み立てられました。今からです。このために空気清浄機買いました。空気清浄機も常に回しとっても問題ないですか？そうですね。わかりました。置いてる店あるんです、やっぱり空気清浄機とか。あんまりないかもしれない。あ、ないですか？え、いらんかったんじゃないです？え、いらんかったです？いや、まあ、その、はい、清潔保たれるのは大事だと思うんですけど、ここ湿気が多いんですよ。なんでこれ湿気取り、あ、除湿とか、そういうのは、やっぱ湿気がない方がいいんですか、麺って？湿気もそうなんですけど、やっぱり一定に保つっていうのが大事なんですね、はい、冬と夏とでは気温がとか湿度が変わってくるので、はい、それによって麺質が変わっちゃうので。ああ、そうですよね。それを一定に保つっていう意味で除湿とかは大事かもしれないですね。確認ですよね。確認だけ、はい、はい。すいません、山本さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。今日から製麺頑張ります。また今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。失礼します。っていう感じで製麺機運ばれました。はい、ラーメン屋、松浦です。ラーメン屋の休日ということで、今日は僕がどこまで綺麗好きか、また今日は年に何回かやる高圧洗浄で壁を綺麗にしてまいります。見とってください。よいしょ。これ横すったら死ぬじゃないですか。いやこれがラーメン屋の休日です。はい、じゃあやってまいります。高圧洗浄で壁をきれいにしてきます。マジで怖いんすけど、大丈夫っすかこれ？大丈夫っすよこれ。怖い。はい、おりまーす。怖いでーす。じゃあ、っていう感じでラーメン屋の休日ということで、今から全部やってまいります。はい、こっから終わります。こんな感じで日々掃除してます。終わります。終わってんじゃです。ありがとうございました。まだ撮れますか？ありがとうございました。そんな感じです。あー、怖い。もう全然綺麗になっておりません。